ンポン。ついに買ってもらいました、スマホを。ついに買ったんか。先生、今までガラケーやったもんな。イエーイ。分かったから落ち着けや。急に落ち着かれても反応に困るな。でもなんでずっとガラケー使ってたんや。それはお母さんがスマホが頭悪くなるからダメって。おう、意外と厳しいんやな。まあ各々考え方っちゅうもんがあるから、うちからは何とも言えんが、実はお母さんも一時期スマホを使ってた時期があったんですが。そうなんか。でもスマホを始めてからなぜかあんな感じに。あ、フォローは？すまん。じゃあ今は家族全員ガラケー使ってるんか。はい、この機種使ってます。え、これ何か知ってる？バナナ。ネイティブやめろ。え、でも美味しいですよ。やっぱりバナナじゃねえか、ボケ。バナナー。飛びつくな。猿かお前は。失礼な。誰が猿ですか？ウッキッキー。下の目も乾かねえうちにてめえ。でもなんでこのタイミングでスマホ買ったんや。スマホ使ったらアホになるんやろ。もうアホだから。分かってんじゃねえか。フォローは？ねえよアホ。まあ先生は天才ですから、スマホを使っても大丈夫だとお母さんが判断したんですよ。はあ、まあいつものボケは演技ですからね。スマホを使ってもそのキレッキレのボケっぷりを演じられるというか。ああ、演じるのが天才って言うてる。面白かったらチャンネル登録してな。